こんにちは。えっとね、今日はね、あの、マジで、みんなにね、聞いてほしいことがあって、あと、それプラス、えっと、感謝だよね。みんなへの感謝があるから、えー、最後まで、えー、聞いてほしい。じゃあ、あの、何について話すのかっていうと、それはね、あの、まあ、女性に対して、あの、余裕を持つっていうのは、えー、これが、えっと、本当の意味で、自分の中で、えっと、理解できたんだよね。で、 俺は、あの、これを理解できたから、もしかすると、この日も手人生。まあ、なかなか俺って、その、好きだなっていうこと、付き合えないっていうことがね、あの、すごく多かったんだけど、この人生に、えー、終,止終止符を、終止符を打てる可能性があるんじゃないかなって自分で思ってるんだよ。で、えっ、ー、と、まあ、ことの経緯を話すと、まあ,あの、みんな知ってると思うんだけど、えー、まあ、俺って2回遊びに行けたあのちゃんっていう女の子いたじゃないですか。 俺、あの子のこと、えー、正直もう行けると思ってた。まあなんでかっていうと、えー、2回遊びに行けたし、えー、電話もずっとできてたからね。でも、えー、現実は3回目のデート、ドタキャンされて、今、えー、既読スルーもされてるっていう状態なんだよね。えっ、ー、と、このあたりは、えー、まあ概要欄に動画貼ってるんで、気になるっていう人は見ておいてください。 で、まあ、遊びに行って、えー、行けると思ってた子に、ドタキャンされて、えっ、ー、と、既読スルーされたっていうことよ。ここで、えっ、ー、と、これに対して、余裕を持とうとしたんだよね。まあ、なんでかっていうと、それは、えっ、ー、と、俺でも知ってる。えっ、ー、と、女の子っていうのは、えー、余裕を持ってる男の方がいいから。行けるって思ってた子に対して、まあ、ダメだったとしても、まあ、余裕を持った対応してれば、まあ、俺の中のさ、この、ポイントっていうのが上がってって、 ま、どんどんね、モテる男になるんじゃないかって思ってたからなんだよね。じゃあどうやってその余裕を保とうとしてたのかっていうと、え、これは、これはもう耐えること。もうとにかく耐える。デートドタキャンされても耐える。既読スルーされても耐える。とにかく、えー、気合で耐えるっていうやつだね。もういわばもう根性やろうですよ。もうとにかく根性やろう。もう根性でなんとかする。っていうのが俺の耐え方。 余裕の出し方だったんだよね。これって、俺ね、実際耐えれたんですよ。あの、今までも女の子に振られたっていうこと何回もあるし、ドタキャンされたっていうのは何回もあるんですよ。でも俺は、いつもそれを耐えれたんだよね。もう我慢して、耐えれた。もう、正直全然いけるんだよね。で、どんなにそのへこんでたとしても、まあ、1日2日寝たら、あの、まあ、あの、気を取り直して、えっと、次に進むことっていうのは余裕でできるんだよね。 えっと、今回も俺はそれが、えー、できる、えー。前回ドタキャンされた時って、当日、次の日っていうのはめちゃめちゃ凹んだけど、まあ、2日ぐらい経って、もう今なんて余裕だからね。うん。で、今回も、つまり俺って今回も耐えれたわけなんだよ。ドタキャンされても、えー、いけるって思った子がダメだったとしても、正直耐えれた。で、その時の動画を出した。でですよ。 俺はそのコメントの中で、えっと、めちゃめちゃ衝撃を受けた、えー、ことっていうのがあったんだよね。えっとね、コメント書いてくれた人、えっと、申し訳ないけど、これそのまま読ませてほしい。マジで俺のね、心に稲妻が落ちたからね。本当に稲妻落ちたからね。ちょっとね、コメントそのまま読ませてね。えー、モテる男が余裕あるのは、複数の女性とつながってるから、誰かに振られてもどうってことないってだけの話。余裕を出す。 で、精神論で何とかなるもんではないよ。いつでもお、えー、いつでも抱ける女を確保するっていう技術的な問題だよ。そこに分からず、一人に入れ込んで、えー、必死さを女性が感じ取った時点で、この人怖いって逃げられる。えっとね、まさにその通りだね。うん。これ完全に、えっと、俺の根性論を、えー、うまく、あのー、書いてくれた言葉だと思う。 うまく書いてくれたことだと思う。俺が言語化できなかったことをコメントで書いてくれる。えっとね、正直、俺はこのコメントで、えっと、マジで衝撃受けた。もちろん、えっと、この一人のコメントだけを抜粋したけど、えー、似たようなコメントを、えー、書いてくれた人、えー、たくさんいた。マジでありがとう。特に、その時の動画だけじゃなくて、もう半年前とか一年ぐらい前からずっと同じことを書いてて、書いてくれた人たくさんいる。マジでありがとう。 で、その蓄積があって、俺はここまで来れた。で、まあ、どういうことかっていうと、とにかく俺って、その、まあ、やっぱり余裕のある男っていうのも目指してたわけなんですよ。で、いわゆる俺の思う、その男の余裕っていうのは、まあ、つまりはあれだよ。でも、一言で言えば耐えること、うん。ダメージを受けても耐える。何されても耐える。ドタキャンされても耐える。振られても耐える。 とにかく耐えるっていうことだよね。もう全部を受け切って、で、それが俺は男の余裕につながるっていうふうに思ってたんだよね。でも、今考えてみると、結局、こう全部受け切ってるっていう言葉はそのダメージを受けてるんですよね。多少なりとも。俺は正直もうそんなに感じなくなってるけど、やっぱダメージって蓄積されてるじゃないですか。で、そのダメージの蓄積分が、 ダメージの蓄積分が見えると、やっぱり余裕がない男に見えちゃうっていうことなんだと思うんだよね。で、ここで、えー、まあ、いろんな人が今まで、えー、くれてた、そのアドバイスっていうのを、えー、俺の中で消化してみると、まあ、みんなが提示してくれてた耐えるっていうのはどういうことかっていうと、もう複数人に行け。もう単純な話、これだけ。複数人に行っていれば、一人がダメだったとしても、大丈夫。 これが余裕につながるっていうことだったんだよね。まあ、あの、なんだろう。いい例えなん、いい例えかわかんないけど、もう、ま、例えばさ、もうマリオってあるじゃん、ゲームの。マリオ1機で戦うよりも、マリオ100機で戦った方が、余裕があるっていう話っすよね。つまり、残機1の状態で、あの、マリオの1の1をさ、進めるより、残機100あった状態で、マリオの1の1を進めるのって、 多分本質的な余裕って違うと思うんだよね。後、ま、者、あの方が余裕があるっていう話ですよ。やっぱさ、その1回しかチャンスのない状態で勝負するっていうのは、えっと、まあ、余裕がある風に見えて、もう、えっと、見てくれだけの多分余裕になってたんだと思う。で、片や、えっと、100回チャンスがある状態だったら、1回ミスったとしても99回後チャレンジできるから、じゃあ余裕っていうわけなんですよね。 えっとね、俺はね、その今までそのマリオ一体で勝負、勝負してたんですよ。で、正直俺はそのマリオ一体で戦うっていうのは自分の中でもナンセンスだなっていうのは少し思ってた。でも俺はこれが男らしいと思ってたし、その男らしさが、えー、男の余裕につながってると思ってたんだよね。お、潔さだよね。侍の潔さだよ。わかるかな 侍の潔さ,良さっていうやつだよね。もうミスったら切腹みたいなさ、そんなノリの潔さっていうのを俺は思ってたんだよ。まあ、でも、この男らしい、この男らしさっていうのは、え正直俺の,その自己満足でしかないっていうことなんだよね。なんでかっていうと、えっと、俺がマリオ一体で勝負してるっていうのは、えっと、あえ遊んでくれる女の子はわかんないからなんだよ。俺が一体で勝負してるっていうのは。 まあ、つまり、俺の心意気までは見えないっていう話を。なんでかっていうと、アプリであって、出会った女の子って、短いデートしかできないじゃないですか、基本的には。もう短いって、まあ、えっと、短いデートしかできないじゃないですか。それで、心まで見える女の子って、もう多分いないと思うからね。男でも女でも、みじ、会った瞬間、何もう数時間のデート、あるいは、数回会ったデートで、その人の心意気まで見える人っていないと思うからね。 っていうことはよ。相手から見えてたあ、相手が見えてる俺の男らしさっていうのは、ただ単にマリオ一気で勝負してる、もう余裕のないギリギリの男が男っていう風にしか見えてなかったんだよね。逆に、その弱々しく見えてたっていうのはあると思うんですよ。っていうのが俺が分かった、えー、その男の余裕の出し方っていうことなんですよね。もうね、マジでね、ずっと と俺に根気よくアドバイスしてくれてた人、本当にありがとうございます。ようやく俺は複数人に当たると余裕が出るっていうのを、本当の意味でね、理解できたよ。かなり長い時間かかったけど、理解できた。マジで。うん。多分、今回のコメントがきっかけではあったんだけど、ずっとちっちゃくちっちゃく、こう、蓄積されてったんだよね。あのー、まあ、コメントだったり、あとは俺が、このアプリでいろいろ出会って、 まあ成功したり失敗したりしていく中で、ちょっとずつ溜まっていったものがあると思うんですよ。で、それが今回、全部、こう、こう、風船の中にさ、パンパンに入ってるものがあるんですよ、俺の中に。そこに針でこう、プスって刺したら、バーって全部出たみたいな感じだよね。もうようやくね、あのー、生まれ変わったと思う、俺は。まあ正直、なんで複数人に当たってなかったんだよっていう話なんだけど、あのー、今までね、俺ね、複数人に当たるのが、 その、かっこ悪いと思ってたんだよね。あの、なんでかっていうと、もうわ、なんとなくさ、わかるっしょ。見てるみんなわかるっしょ。ジャンプよ。<laughs> 少年漫画ってなんか一人に行ってそうじゃん。もうそれよ。俺の、まあ俺っていうか、大体男の子の頭っていうのは、もう漫画で、漫画でね、あの、洗脳されてるんですよ。俺は今までずっと洗脳状態だった。もうキルアでいう、この脳みそに針刺されてる状態なんだよ。で、 今回、ついに、こう針を、パッって抜けたんだよね。そしたらもう、キルは最強になったよ。それと同じよ。ついに、俺の、俺も、えー、頭の中にあった針が、こう、プスって抜けたわけなんです。抜けたわけなんですよね。もう、こっからは俺、制約ないよ。うん。もう、複数人にめちゃめちゃ行きまくるからね。うん。アプリ、めちゃめちゃ使いまくるからね。もう、とにかく、アポを俺は入れまくってやろうっていう気持ちでね。 行くからね。うん。で、えっと、まあ、何の心境の変化があったのかっていうと、もう、やっぱね、あの、別に複数人に行ったって失礼じゃないっていう話よ。そもそも相手だって複数人に行ってるだろうし、そもそも俺誰とも付き合ってないんだから、複数人に行こうとね、いいじゃんっていう話よ。多分みんなそれコメントでずっと言ってたんだろうね。俺ようやく分かったよ。<laughs> 長い時間かかったけど。ありがとう。 この辺のことがね、マジでわかんなくて、俺は相当苦戦してた。でも、今回の一件で、俺は、えー、本当に理解できた。うん、ありがとう。まあ、あの、あのちゃんはね、あのー、まあ、まだ諦めてないし、まあ、諦めてないって言っても、俺から別にこっから何かアクションを、えー、起こすつもりは、えー、正直ない。向こうが、何、えー、か送ってきたら、そこで対応すればいいし、 なかまあ、多分来ないと思うから、来なかったら来なかったで、まあ、別のアプリやればいいだけだしね。リアルの出会い求めていけばいい,だし、ね、いいだけだしね。で、まあ、一人暮らしもしてるから、この部屋をね、かっこよくね、改造して、俺のレベルを上げていけばいいだけだしね。もう複数人宣言よ。うん、ガンガン行くからね。ということで、応援よろしくお願いします。チャンネル登録お願いね。ここまで見てくれて、どうもありがとうございました。バイバイ。